さあ今回は YouTube とか僕がやってるインスタとかブログとか Twitter の方でですね、コメントとか疑問質問もあったりしますので、今回は少しでもそういった疑問質問にお答えできたらなと思っております。高校時代厳しい練習で野球を何回やめたいと思いましたか？高校時代の練習で野球をやめたいと思ったこと、むずい。早速1問目からむずいな。横浜高校出身なんですけれども、横浜高校の練習っていうのはもちろん厳しい部分もありますが、あの礼儀とかあの作法を教えてくれたりだとか、人間として教えてくれる、あのどういうふうに生きていくか、どういうふうにいろんなことと向き合っていくかということも監督コーチたちに教わったりする部分もあるので、そういった部分ではなんかすごい勉強になることがたくさんあったから、やめたいと思ったことないって言ったら嘘になるかもしれないけど、まあでも具体的になんか思い浮かばないから、リアルにやめたいと思ったことは一回もありません。野球でなんか地元の友達、先生、もちろん親に恩返し したいっていうか、しなきゃっていう使命感の方が多かったので、そういった仲間とかお世話になった先生、親、親戚、家族に野球で恩返しするっていう以外の選択肢がなかったから、だからやめようと思ったことはございません。ちなみに全然関係ないけど、このトレーナー気になるよね。このトレーナーを着た時に友達に言われます。いや、なんかパッて見て好きと思って買いました。知らん知らん、関係なくてすみません。どんどん答えていきたいと思います。今まで見てきた野球選手で一番、まあでも一応松坂大輔って言わなきゃいけない、いけないっていうか、でも本当に選手としてはもちろん、もう他のお世話になってるプロ野球選手、先輩、後輩、仲間、たくさん友達も輪が広がったんですけど、やっぱ松坂大輔はもう俺が15、16歳からまあ見てきて、人間としても俺は本当に大好きだし、他のプロ野球選手、メジャーリーガーも素敵な選手たくさんいるんですけど、あのやっぱアスリートって人としてもこう立派じゃないと長続きしないし、結果は残せないし、結果が残せなかったとしてもトータル人生において現役でいられるのって人生にとっては短い期間なので、現役時代じゃない、引退してからとか、まあ松坂大輔は引退してないんですけど、プレー以外のところもどういうふうに自分がモチベーションを保つかとか、どういうふうに私生活を送るかとかっていうことが、まあなんか大事なんじゃないかな。そういった部分で松坂大輔は一個下だけど学ぶべきところたくさん僕はあると思うし、年下だけどすごいなって思う部分もたくさんあります。横浜高校の思い出ベスト3ということで、コメントをいただいたので、僕の1個上で丹波さんっていうすごいかっこよくて頭もよくて、でエースで、クリーンアップ時には4番も打っていたすごい選手がいたんですけど、僕はその選手に憧れて横浜高校を選んだんですが、まあ、その方があの前の日の夜も会ってたんですけど、あの寝ながら亡くなってしまって、それがまあ間違いなくその一つには入ります。2個目はやっぱその丹波さんが僕の1個で、1個下が松坂大輔なんですけど、その2人のピッチャーを受けられたってことかな。もちろん松坂大輔は3年になったらエースになるだろうなとは思ったんですが、でも最初コントロールがあんまり良くなくて、その時の当時のコーチが 1,2 年の試合をする時に、松坂大輔はフォアボールでも押し出してもいいから三振を奪いに行くようなリードをしてくれって僕言われたのは初めてでした。で3つ目、
今だから言える話かもしれないけど、松坂大輔はずっと背番号10か11だったんですけど、僕らの学年のピッチャーもいいピッチャーがたくさんいて、その一人が僕らの学年もエースだったんですね。まあそのピッチャーがふてくされてるわけじゃないんだけど、いいピッチングしてたんですが、練習中のこう態度が監督からしてみると、ちょっとこう気抜いてんのかなとか、エースとしての自覚あるのかって言った時があって、そしたらなんかその背番号は監督がくれるものですっていうから、僕は一生懸命やるだけですって悪気がなくこう言っちゃったんだよね。そしたら、じゃあお前背番号何でもいいのかって言ったら、次の日の試合に背番号25か20だったので、繰り上げで、じゃあ年下のやつがエースナンバーつけてもいいのかみたいな感じで、松坂大輔がエースになったの。まあ春の関東大会だから甲子園関係ないし、で準決勝ぐらいかな、でいきなり先発で松坂大輔が投げた時にめちゃくちゃいいピッチングしたので、もう首脳陣とか監督部長コーチたちも、えこいつこんな成長してたのって、コントロールも良くなって、最初はもうふっくらしてたんですけども、スリムになって、で牽制とかフィールディングもめちゃくちゃ良くなって、バッティングももちろんもともと良かったんですけど、あれこいつこんな伸びてたんだって言って、そのままエース、俺らの学年の時の夏の大会もエースになったっていう話が実はあるんです。そんな感じ。それが3つかな。じゃあ最後にしようかな。神童と呼ばれていたっていうか、別に俺神童って呼ばれてないんだけど、まあ、俺小学校から背大きかったから、小学校6年生で身長が174、4、5あって、でもうピッチャーやってたんですけど、6年生の時はもう距離も近いし、もうズバズババットに当てられる気があんまりしなかったというか、ノーヒットノーランとか完全試合何回もやってたし、思い出って言われても何だろう、横浜スタジアムを、まあ、ここで初めて言うけど、横浜スタジアムを作ったとか移動させたのがうちの親戚なんですね。ちなみにその横浜スタジアムでホームラン打ったことあって、ソロライブやったことあるのは僕だけなので、なんかすごくなんか小学校、中学校、高校って横浜スタジアムに思い出がたくさんあるんです。県大会とか全国大会で。思い出って言われたら、その横浜スタジアムでホームラン打った場所で笑ったり泣いたりしたあの場所でライブできたのは未だになんか思い出です。ということで、また機会があったら皆さんのコメント質問にお答えしていきたいと思います。YouTube のコメントだったり、まあ、Twitter とかインスタとかでもブログでもでもいいんで、もし質問などありましたらピックアップして、一つでもお答えできたらなと思います。以上、ゆうすけでした。バイバイ。